はい、こんにちは。今回はね、こちらですけど、メルセデスジャガーの XJS ですね。で、これは75年の2月に生産終了された E タイプの後継モデルとして、75年9月にデビューしたジャガースポーツ。ただし、E タイプが個性的なフルティッシュスポーツの伝統部随データに対し、XJS はメルセデス 450SLC などと同じマーケットに属する豪華化する高性能なパーソナリティ、あるいはグラントリスモ。相談が示す通り、XJS のベースであったのは XJ サルーンで、ホイールベースを2590メートルに切り詰めたサルーンのフロアユニットに E タイプを生み出したマルコム・セイヤーのオリジナルデザインともにフード実験を経て決定される4座席クーペブリーガース。足回りはもちろんサルーンと共通の前輪独立効果で、ブレーキはサーブ式前輪です。6JK リブで超合成ホイールガス、サルーンはオプション。でスタリングはサルよりややクイックにギア性を持つ。パワーアシストは付きダッカールピニオンである。長いボンネットにすれば電子燃料噴射設備を設置し、289バレット、5500回転のパワーを発生する XJ5.3 の共通、中に SOC5343CC にとばする。エアコンなどのアクセサリーを完璧するため、周上は 1687kg 以下したが、4速 AT、あるいは3速ギアボックスを起こし、最高速度が 242km、4速 AT の場合と購入されている。81年4月に高性能低燃費の HE エンジンに予告され XJS5.3HE となり、83年には新設計の直力 DOC 3.6 リッターユニットを積んだ 3.6 とタラガフートップとオータルビシュリアウィンドウを持つ 3.6 カブリオを積んだ。さらに85年には 5.3V12 号カブリオを加えた後、88年にはカブリオに変わって不良分の 5.3 コンバーチブルを追加して、その後96年まで、まあ、生産されたんですね。でその後、XK8 にアドを譲ると、言ったと思います。でこれが1975年の1月から1996年の1月でしたね。確かこれで映画出てたことが確かあって、これは確かね、キャノンボールって昔映画があったんですね。それこそもうバブルでもう巻き返ってた時代ですね。でもう世界中がそのね、景気が良かった頃ね、その時にそのキャノンボールっていうアメリカの確か映画だと思ったんですけど、その自動車レースのね、映画があって、まあ、一番あれは有名な映画ですけど、キャノンボールは確か2までだったんですね。であれはなんていうんですかね、結構ね、あのインドの金持ちがロールスロイスに乗ってきたりとかね、あのジェームス・ボンドがのね、あのアストンマーチンに乗ってくるとか、ジャッキー・チェンがあのね、スバルのあれは何だっけ、スバの、あのレオーネだったかな、に乗ってやってくるとかね、あったんですけども、レオーネじゃなかったかな、なんか他の車だと思ったんだけど、まあ、それに乗ってやってくるとかね、まあ、キャノンボール2だと、ジャッキーはあのスタリオンに乗ってね、やってきたりしてたんですけども、まあ、なかなかその面白いやつでね、他の映画のなんかキャラクターたちも豪華し、まあ、要するに今でいうとこのコラボですよね。豪華出演でね、いろんな映画のキャラクターたちがこう出てきて、でそれで一同にそのでかいね、大レースをやろうなんて言って、でもう一般道を使ってね、あのレースをやったっていうのがあったんですけども、まあ、今はあんなにね、なんつうのかな、ものすごい金かけてね、ああいうことは今できないでしょうね。ましてや今の時代、こうコロナっていうのがあるからね、余計その、ああいうような大々的なことはできないかなというふうに思うんですけども、まあ昔はすごくね、そういった今じゃ考えられないようなことができたんですね。で、その中で確か、活躍 していた中で、この XJS というのがね、確かあったんですけども、まあなかなかこの車も1975年の4月から1996年の4月、結構長い間、まあ発売されてたんですね。今これ知ってる人はあまりもう少ないかもしれないですね。もう、まあ、特に若い人だかなんかはあんまり知らってないかもしれません。もう完全にだとこれ昭和時代の車ですからね。今あんまり知ってる人って少ないかもしれないですね。でもまあ昔これ人気があってトビカの方でもね、これ出てたんですよ。で、このジャガー XJS のこういう風になっていて、まあ、ジャガーがね、トビカで出てるってすげえなと思うんだけど、まあ、こういう風に内装もこういう風によくできていてね、なかなかこう豪華で、これも好きな車の時代ですね。
で、これは、中国製ですから、まあ、後に多分復刻版として作ったんじゃないかなと思うんですが、まあ、なかなか多分アニバーサリーかなんかで復刻版で作ったんじゃないかなと思うんですが、まあ、なかなかこのジャガーの XJS、 もうそのデカさ、横幅のこのデカさっていうのがよくできてるなっていう感じで、これもまた好きな車の一台であります。今じゃこれ貴重車ですね。もうめったにこれ見かけません。今これだと1000円ぐらいは平気で済んじゃないかな。もうあんまりとにかくもう見かけない車なので、なかなかそういう点ではすごく貴重車な車だと思います。非常に状態もいいですし、この緑のこういう色合いがね、なかなかその当時の昔の車の色っていう感じでよくできてるなっていう感じです。どうもありがとうございました。